それでその海洋深海にはどうやって行くんですか？海洋深海へはこのキビトが連れて行ってくれます。ではキビト、お願いします。はい、私は人間ごときを我々の聖域に踏み入れさせるのは抵抗がありますが、やむを得ません。なんだかこの人には嫌われてるみたいだな。では私のそばへ。あ、はい。さあ、いいですよ。はいはい。これは瞬間移動ですか？ええ、キビトの得意技なのです。海洋深海へようこそ、トランクスさん。ここが海洋深海か。少し地球と似てますね。本来この海洋深海は人間は愚か、神や海王ですら足を踏み入れることのできない聖域なのだぞ。そうなんですか。うん、その服装、この聖域にはふさわしくないな。え？すごい。お似合いですよ。そうですか。なんだか堅苦しいな。それではもう一度、ここであなたにやっていただきたいことを説明します。地球でも言った通り、あなたには、この海洋深海に伝わる最強の剣を使ってもらいます。その名は Z ソード。誰も使ったことのない伝説の剣です。え？誰も使ったことがない？それってどういうことなんですか？実際に見ていただいた方が早いと思います。ご案内しますよ。この地面に突き刺さった剣が Z ソードです。私の知る限り、今まで誰もこの剣を抜くことができた者はいません。なるほど、だから誰も使ったことがないというわけですね。それでこれを抜くとどうなるんです？この剣自体がすごい切れ味なんですか？すごいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブウオもしのぐほどの。だが私は愚か、これまで何人もの海王神様でもどうにもならなかったものだ。人間などが引き抜けるはずがない。そんなのやってみないとわかりませんよ。ふん。よし。くそ、びくともしない。よーし、これならどうだ。これがスーパーサイヤ人。なんというとてつもないパワーだ。とても下界の人間とは思えん。だが無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったのだ。どうして人間などに抜くことが。ぬぬしゃあ、やった。なんと。信じられん。いかがですか、トランクスさん。伝説の Z ソードの感触は？剣は昔から使い慣れている方なんですが、今のところそんなにすごい力があるようには思えません。そうですか。もしかすると使いこなせるようになれば剣の力が引き出せるのかもしれませんね。
では剣を使っての手合わせでも始めますか。そうですね。ちょっと待ってください。実はこの剣すごく重いんです。今のままでは修行もままなりませんよ。だから少し待ってくれませんか。まずはこの重さに慣れるところから始めないと。なんと情けないことを。待ってください。トランクさんの言うことはごもっとも。修行よりも先に重さに慣れることを優先した方がいいでしょう。仕方ない。ならばすぐにその剣になれるのだ。はい。なぜキビトが指導役になっているんでしょうか。全く信じられませんな。こんな短時間であの Z ソードをあれほど振り回せるとは。ええ、素晴らしいですね。なんとか普通に剣を震えるくらいには慣れたと思います。火曜神様、次は実際に剣を使った修行に進んでは。そうですね。トランクスさん、いかがでしょうか。修行すると言ってもどうするんですか。もしかしてキビトさんと手合わせするとか。いいだろう。では。いえ、ここはトランクスさんと Z ソードの力を私自身で見極めたいと思います。いかがですか。海王神様と手合わせするんですか。海王神様自らのお手を煩わせるなど。大丈夫ですよ。それに私も少々楽しみなのです。トランクスさんと Z ソードの力を知ることが。わかりました。そういうことであればお願いします。はい、遠慮せず来てください。Z ソードの力試させてもらいます。いきますよ。ええ、その力近く見せていただきますよ。いきます。さあ行きますよ。剣で戦うのも久しぶりな気がする。なかなかサバになっていると思いますよ。思った通りです。皆さん、この辺りでやめておきましょう。これ以上は私には持たないかもしれません。素晴らしいですよ。我々が想像していた以上にとてつもない力をお持ちのようですね。やはりあなたを戦士として選んだことに間違いはなかったようです。そうですか。でも俺にはこの剣の力はまだよく感じられません。もっと使いこなすことができるようになれば何か見えてくるのでしょうか。トランクスよ、修行だ。修行をするのだ。 Z ソードを引き抜いたお前ならできるはずだ。はい、やってみます。とはいえ先ほどの手合わせで分かったのですが、もはや我々ではトランクスさんの修行相手は務まらないようです。それほどトランクスさんの力が素晴らしいのです。これは嬉しい誤算でした。そこまで言われると恥ずかしいですね。ですがやはりより強い相手と手合わせをした方が修行の効率は良いのでしょうね。ええ、確かにその通りだと思いますが。今この世には我々以上に強い存在はいない。我々が相手にならないというのなら、せいぜい頭の中で修行するしかあるまい。頭の中ならいくらでも強い相手を想像できるだろう。まあもっともそんなことが修行になるかどうかはわからんが。なるほど。それです、それですよ、キビト。どういうことですか。少しあなたの心の中を覗かせてもらって、そのイメージをより鮮明にあなたの心に投影するのです。
うまくいけば、その本人がまるで目の前にいるように見せることができるはずです。へえ、それはすごいですね。さすがは海王神様、我らにない発想をお持ちだ。では早速やってみましょう。あなたが手合わせしてみたい方を思い浮かべてみてください。修行の相手か。やっぱり強い相手との組み手が一番効率いいと思うけど。いい修行相手の方を思いつきましたか？はい、やってみます。俺が戦ってみたい一番強い人はやっぱりあの人だな。あ、すごい、本当にコハンさんがいるみたいです。ではあなたの記憶にあるその方の戦い方を模倣して手合わせしてみましょうか。はい、お願いします。すごい、あの時の圧倒的な力を感じたコハンさんそのものだ。ライフマテンコやはり我々がお相手するよりもはるかにいい修行になったようですね。我々では先ほどのようなトランクスさんの力は引き出せなかったでしょう。とんでもない、海王神様のおかげですよ。あの時のご飯さんと手合わせできるなんて思いませんでした。少年の姿をしていたようでしたが、そのご飯さんという方はどのような方だったのですか？この世界では俺の師匠だった人で、別の世界では地球の未来を救った人です。この世界のご飯さんはすでに亡くなってしまったのですが、ご飯さんがいなければ今の俺もこの世界の平和もなかったはずです。俺もご飯さんのように強くありたい、そして超えるべき俺の目標の一人です。そうでしたか。ご飯さんがいらっしゃらないのは残念ですが、今の私にとってはあなたがこの世界を救える唯一の希望です。その力をぜひ私に、いえ世界にお貸しください。俺が希望？偶然ですね。ご飯さんからも昔そう言われたことがありましたよ。いえ、きっとそれは偶然ではないのでしょう。私はそう確信しましたよ、トランクスさん。さすがです、トランクスさん。
完全に Z ソードを使いこなせるようになりましたね。海王神様のおかげですよ。俺一人だけだったらここまで極められませんでした。正直言うとこの剣の重さで腕力が鍛えられただけかもしれないけど。まさか Z ソードを初めて使いこなした者が人間だったとはな。驚きだ。ではトランクスさん、修行の仕上げといきましょう。これは宇宙で一番硬いと言われるカッチン鋼です。これで Z ソードの切れ味を試してみましょう。わかりました。では投げてください。海王神様、地中に動きが。バビディのやつが動き出しました。何ですって？ついに時が来たようです。地球に行きましょう、トランクスさん。この Z ソードがあれば必ず魔人ブーの復活を阻止できます。はい。その前に服を元に戻してもらっていいですか？お似合いなんですけどね。キビト、頼みます。承知いたしました。ありがとうございます。やっぱりこっちの方が落ち着くな。うん、それでは地球へ。開会。なんだこの邪悪な木は。これはとてつもない力を感じます。これが魔人ブーの木なんですか？いえ、まだ魔人ブーは復活していないのでバビディとその手下たちのものでしょう。ですがこのまま奴らの好きにさせては魔人ブーの復活は時間の問題です。急ぎましょう。なんていう邪悪な木だ。バビディたちを止めなければ。あれがバビディなのか。こいつらはバビディではありません。え？来たな。グヒヒヒ。ここから先にはこのプイプイ様たちが行かせはしないぜ。気をつけてください。奴らはバビディの魔術に支配された者たちです。何ですって？海王神様、あいつはまさか。ええ、あれは魔獣ヤコン。あんな厄介なものまで従えていたとは。魔獣ヤコン。そうです、宇宙の魔獣と恐れられているとんでもなく強い怪物です。前も言った通り、バビディは魔術によって強い戦士を集め仲間にしているのです。油断は禁物ですよ。なるほど、わかりました。ですがここは俺一人に任せてください。海王神様との修行で身につけた Z ソードの力であいつらを倒してみせます。しかしこんな奴ら相手に手こずっていてはこの先の戦いは生き残れませんよ。それにこれまでの修行の成果をここで試しておきたいんです。海王神様。わかりました、トランクスさんを信じます。おお、貴様一人で来るつもりか。バビディ様エリスグリの戦士である俺たちになめたこと。グホホ、切り刻んでやれ。行くぞ。お前たちを倒してバビディのところへ行かせてもらう。バカめ、こいつ俺たちに勝つ気でいいやな。とっとと片付けて食ってやるぜ。なかなかやるじゃないか。こいつを倒してバビディのところへ向かわないと時間はかけていられない。そろそろ諦めたらどうだ。暗闇なら負けないのに。逃がさない。
なんだ、何がおかしい。バカめ、今頃バビリー様が魔人ブーを復活させている頃だ。なんだと、どういうことだ。お前らもう終わりだ。一体何が。ん、海王神様、別の場所に邪悪なパワーを感じます。さっきまでわからなかったのに。こいつらわざと邪悪な気を強く出して俺たちを引きつけていたのか。なんということだ、まんまと時間稼ぎに引っかかってしまうとは。ですがまだ魔人ブーが復活した気配はありません。今ならまだ間に合います。行きましょう。邪悪なパワーは向こうからだ。急ぐのだトランクス。クソ、やられた。まさか時間稼ぎだったとは。間に合い、間に合ってくれ。バビディレ、どこにいる。異様な気配だ。まさかあいつが。とうとう来たね、海洋神。バビディ。この小さい方が魔導士バビディ。ではもう一人の大きな方は。バーブラ、暗黒魔界の王がなぜここに。マヌケ面が揃いも揃って。ダーブラ、こいつからは完全体のセル以上の強さを感じる。すみません、トランクスさん、やつまで配下にしていたとは誤算でした。ですがまだ魔人ブーは復活していないようです。不幸中の幸いです。そうなんだよ、あと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさ。でもこれからすぐに集まるはずさ。そんなことさせません。やれやれ、案の定僕の邪魔をするつもりだね。ねえダーブラ、こいつらどうしちゃおうか。そうですな、ブー復活の前座として我が魔力で華々しく散ってもらうというのはいかがですかな。いいねそれ、ド派手にパーンってやっちゃってよ。わかりました。ダーブラと戦ったダメージは魔人ブーの復活に使うエネルギーに変えて蓄えさせてもらうよ。すぐにフルパワーで復活できる量が溜まっちゃいそうだね。まずいぞ、下手にダメージを受けては魔人ブーの復活が近づいてしまうようだ。逆に言えば復活のエネルギーが溜まる前にこいつを倒せば魔人ブーの復活は阻止できる。確かにそうだが。やります、魔人ブー復活を止めるにはそれしかない。ダーブラ相手ではさすがのあなたでも厳しい。ここは私もお手伝いします。海王神様、であれば私も。キビトは不測の事態に備えて控えていてください。は承知いたしました。いいですねトランクスさん。はい。こいつら勝てると思ってんの。バカな奴らだ、あっという間に消してやる。やっちゃえダーブラ。はすごい威圧感だ。だけどおじけづいたらダメだ。俺が守るんだ。魔界の王か何か知らないが、俺が倒す。
威勢の良さだけは褒めてやろう。ダブラはバビディより危険です。気をつけて。ダイレクト攻撃。さあ行くんだよダーブラ。失格。私を相手にここまで戦えるとはなかなかの強さ。やるな。だがこれからが本番だ。それはっ。魔界の王の力はこんなものではない。我が剣の輝きは存分に味わえ。切り刻んでやる。まだまだ。ここで終わりだ。決着をつける。うん。トランクスさん、剣を離して。石になってしまいます。なんとジェットソードが。海王神どもと一緒に死ぬがいい。やったやった。これで魔人ブーが復活だ。復活はさせない。この命に変えても。ダブラ。海王神様。いけない。あなただけは死んではなりません。お、うん、キビトさん。お前もすぐに殺してやるからな、海王神。トランクスさん、あなたはこの世界の最後の希望。あなたがこの世界を救える唯一の希望です。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。しろよ。お前ら。一体何が起こったの？こいつ。ようやく掴んだ平和を、お前らなんかに奪われてたまるか！お前ら、絶対に許さない！やつの雰囲気が変わった。あいつちょっと強くなってないか。やはりパワーが上がっている。問題ありません。そろそろいつも限界のはず。その隙を突きます。ここは勝てております。お待たせ。なぜもう私をここまで苔にするとは。雰囲気が変わったと思ったら苔落とし。魔界の王の力はこんなものではない。あっか。魔界の王様が受けた痛み、これで終わりだ。おのれ。なんだ、体が動かな。トランクスさん、今のうちにとどめよ。消えてなくなる。そんな世界の王となるこの僕が。
よかった。これでまた世界が平和に。海王神様、そんな海王神様こうして戦いは終わった。海王神とキビトの尊い命を犠牲に。トランクスの戦いは終わった。地球は平和を取り戻した。二人の人造人間にもセルにもそして魔人ブーにも恐れることのない平和である。人々の間には笑顔があふれ、街は活気にあふれている。人々は知らない、この平和のために命を懸けて戦った戦士がいることを。しかしこれからもトランクスは世界の平和を守るため、そしてそこに生きる人々のため戦い続けるだろう。海王神様、キビトさん、ありがとう。ゴハンさん、俺これからもこの世界の平和を必ず守り続けます。最後に残った希望の戦士として。やっと家も元に戻ったな。